No.1 MV 全作品つながってた。隠された伏線裏設定を徹底解説。No.1 愛、No.1 は宝探しアルバム。b o n i n z m g o と徹底比較で明かされる真実。No.1 考察。n o Underline I のファーストフルアルバム、No.1 がリリースされるにあたって、彼らのエンターテインメントのあり方を改めて考えると、 単なるアイドルやアーティストという枠を超えた特別な存在であることが浮き彫りになる。音楽はもちろんのこと、彼らの MV にはまるで映画のような細部へのこだわりが詰まっており、その中でも特に注目すべきは、作品同士のつながりが巧妙に仕込まれているという点だ。No.1&i の MV は一つ一つが独立して楽しめるだけでなく、前作との関連性や、自作への伏線が見え隠れすることで、 視聴者をを何度も引き戻す魅力を持っている例えば、ボンの MV と INZM の MV の間には数多くのリンクがある。特に INZM のラストシーンで登場する部屋には、ボンの MV に登場した紙芝居がさりげなく置かれている。こういったディテールの積み重ねが、彼らの MV を単なるプロモーション映像ではなく、一種のアート作品として昇華させているのだ。 このような映像作品における連作性は、音楽業界において決して新しいものではないが、ナンバー・アンダーラインアイはそれを独自のスタイルで展開し、彼らならではの世界観を作り上げている。特に、視覚的な要素と音楽的要素を絶妙に組み合わせることにより、物語の一貫性を保ちつつも、常に新しい驚きを提供してくれる。これにより、視聴者は過去の作品と現在の作品を往復し、 何度も視聴することで新たな発見を得ることができる。宝探しのような要素が含まれていることで、ただ一度見て終わるのではなく、何度も繰り返し見たくなる構造が完成している。こうした連作性は、アティーズのような海外アーティストが使用している手法と通じる部分もあり、特に MV のエンディングに自作へのヒントが仕込まれることが多い。No. アンダーライン I もこの手法を取り入れつつ、さらに進化させ、 独自のエンターテインメントを作り上げている。INZM の MV では、スピーカーの音量を上げるシーンが登場し、これはゴートの MV と同様の演出だ。また、ボンの MV 終盤で群衆が消えるシーンは、ゴートでの逆再生のシーンや、記者たちが石像に変わる演出と共通しており、ブロイヤーカバーで登場するベールをかぶった女性たちが微動だにしない姿も、石像を連想させる。このように、 ナンバーアンダーライン愛の MV には見逃せないほど多くの接点があり視覚的にも感覚的にも視聴者に強く印象づける力があるこれによりただの映像作品という枠を超え視聴者が能動的に参加する謎解きのような楽しみを提供している何度も視聴することでようやく見つけられる仕掛けや伏線が視聴体験をより豊かで満足のいくものにしているのだ MV だけでなく ナンバーアンダーライン愛の楽曲自体にもこうした遊び心が随所に散りばめられている。彼らのデビュー曲、強盗から始まる音楽的旅路は、アルバム、脳 o 1で一つの集大成を迎え、これまでの軌跡をたどることができる内容となっている。デビュー以来、彼らは常にファンを驚かせ、期待を超える作品を作り続けてきた。MV や楽曲の中にメンバーの名前がさりげなく織り込まれていることもあり、 こうした細かな要素がファンにとって新たな発見となる。それは彼らがクリエイティブな自由を最大限に楽しんでいることの証であり、その楽しみが自然と作品に反映されているのだ。ナンバーアンダーラインア i の MV は視覚的な美しさだけでなく、物語性や演出のクオリティでも圧倒的な魅力を放っている。まるで映画を見ているかのような感覚に引き込まれ、 3人のメンバーが演じるキャラクターやそのストーリーに感情移入せざるを得ない。彼らは単に音楽を届けるだけでなく、エンターテインメント全体をデザインし、視聴者を深く引き込む力を持っているのだ。特に、ボンの MV のラストシーンで、彼らが自転車で次の街へと向かう姿には、自作への期待を抱かせる伏線が感じられ、ファンの想像力をかきたてる。ナンバーアンダーライン愛のエンターテインメントの革新には、 つなががりといいうコンセプトが常に存在している彼らの作品同士のつながりを見つけ出す楽しみが、ファンにとって何度も作品を見返す動機となり、それが彼らの作品への没入感を高めているのだ。こうした連作性や物語性は、視聴者に能動的な役割を与え、作品を単なる受動的な消費物ではなく、共に作り上げていく体験へと昇華させている。批判的な声もある中で、 彼らの音楽や MV が多くの人に支持されていることは揺るぎない事実だ。かつてのキング・プリンス時代の楽曲とは異なる方向性に進んでいることが、ある種の違和感を抱かせる要因かもしれないが、それもまたナンバー・アンダーライン愛のクリエイティブな成長の一部だと捉えるべきだろう。彼らの音楽が特定のジャンルや形式にとらわれず、常に新しい挑戦を続けていることは、多くのファンにとって魅力的な要素であり、 同時に批判者にとっては理解しがたい部分でもあるだろう。しかし、音楽やエンターテインメントに対する好みは人それぞれであり、すべての人に受け入れられる必要はない。重要なのは、彼ら自身が今の音楽やパフォーマンスに満足しつつ、さらに高みを目指しているという姿勢だ。彼らは過去にとらわれることなく、新たな挑戦を楽しみ、常に進化し続けている。そして、 その姿勢こそが彼らを特別な存在たらしめ、多くのファンに支持される理由となっているのだ。また、SNS やインターネット上での批判的なコメントや動画についても、彼らの音楽の質を表すものではなく、そうした行為を行う人々自身の問題を反映しているにすぎない。真に優れた作品やアーティストは、批判やバッシングを超えて存在するものであり、ナンバー・アンダーライン愛もその例外ではない。 彼らはエンターテインメントの魔術師として観客を魅了し続け、次々と新しい作品で驚かせてくれるだろう。ファーストアルバム、ノーイチのリリースが迫る中、ファンの期待はますます高まっている。特に、キシユタがプロデュースする楽曲には多くの注目が集まっており、彼らがどのような新たな作品を届けてくれるのか、誰もが楽しみにしている。ナンバーアンダーライン愛の三人は、 自分たちがやりたいことを実現し、それをファンに届ける力を持っている。彼らの作品は単なる音楽ではなく、視覚的、感覚的に体験するエンターテインメントであり、そこに込められたメッセージや仕掛けを解き明かすことで、ファンはさらに深い満足感を得ることができる。彼らの作品をただ視聴するのではなく、何度も繰り返し見ることで、その裏に隠されたメッセージや伏線、テーマが次第に明らかになり、 それがファンにととっての発見と喜びをもたらすそしてその過程で彼らのクリエイティブな意図を読み解き彼らが何を伝えたいのかという本質に迫ることができるのだ。n イ1のリリースによってナンンバーアンダーアダイン1 i の音楽的な旅は新たなショーに突入する。このアルバムはデビューから現在までの彼らの成長を象徴するものでありまた次なる展開への橋渡しでもある。 彼らがこれまでに示してきた多層的な物語や視覚的な連続性、そして音楽的な革新性が、このアルバムでもさらに進化し、ファンにとってこれまで以上に魅力的な体験を提供するだろう。特に注目すべきは、アルバムの収録曲がどのように互いにリンクし合い、一つの大きな物語を形作っているかという点だ。脳チには、これまでのシングルや MV につながる曲だけでなく、 新たな要素や物語の展開も含まれており、ファンにとっては彼らの世界観をさらに深く掘り下げる絶好の機会となる。アルバム全体が一つのコンセプトで統一されているわけではないものの、曲ごとに異なるテーマや雰囲気を持ちながらも、全体としては一貫性を保っている点が見事だ。楽曲の中には、岸優太がプロデュースを手掛けたものや、他のメンバーが積極的に関わった作品もあり、 それぞれぞが騎士の,の独特な感性が光る楽曲は、従来のアイドルソングとは一線を画し、よりアーティスティックで奥深いものとなっている。彼の音楽的なセンスやプロデュース力は、これまでの経験と新しい挑戦の両方を反映しており、彼自身の成長も感じさせる内容だ。さらに、メンバー全員がボーカル面での進化を見せている点も特筆すべきだろう。 以前よりも感情表現が豊かになり、歌詞の世界観をより深く伝えることができるようになっている。彼らは単なるアイドルの枠を超え、真のアーティストとしての道を歩んでいることが、アルバム全体を通して伝わってくる。そして、これが彼らの音楽に対する真摯な姿勢を反映しており、ファンとの間に強固な絆を築く一因となっている。視覚的な面でも、彼らの進化は顕著だ。 ノーオイチのジャケットやビジュアルコンセプトは、洗練されたデザインでありながら、どこか挑戦的な印象を与える。これまでのナンバーアンダーラインアイのビジュアルアプローチと一貫性を保ちつつも、より成熟し、深みを増している。その結果、彼らの音楽と視覚的表現が完璧に融合し、一つの作品として完成度の高いものとなっている。彼らのエンターテインメントは、単なる音楽やパフォーマンスだけでなく、 ファッションやアート、ストーリーテリングの要素が混在する総合的なものだ。ファンは彼らの楽曲を聴くだけでなく、ビジュアルやストーリーの背後にあるメッセージを読み解き、彼らが伝えようとしていることを自分なりに解釈して楽しむことができる。このように、彼らのエンターテインメントは一方的なものではなく、ファン自身が積極的に関与し、共に作り上げていくものとなっている。